方の隅の方でね座ってた。何も考えずそこにいて心生まれた。僕の体は鉄くずの寄せ集めて作られてる。そんな中でも服の仲間が壊されていた。僕自身がね自分の意味を知らず置かれてた。そんな中でね壊れる仲間ただ見ていたよ。壊れる仲間僕に心生まれた。みんなの心を僕に分け与えてもらった。僕の体動く仕組みだけどもね、解体される仲間をねずっと見ていた。そんな中でも負の電流いつの間にかに意識持ち心と命の大事さを分かり始めた。この工場で働く機会すぐに捨てられる。そんな中でね僕の体